ではね、今週も週間 FP 引いていこうと思います。その前にアタランタが何かあるぞ、これ。はあ、ルックマン。ルックマンといえば、ハットトリック。あれ？全員星5か。スマホか、でかいな、これ。でかいな。完全にこれ、でかさで押し込んだパターンだよな。このチームでかっ、やっぱり。うわ、サイドの選手でこれか。あ、ボランチだった。まあ、とりあえずね、引いていこうと思います。と、ルックマンかスマカッカか、デケラケーレが欲しい。デケラケーレってミランにいなかったっけ？あれ、どうだったかな。アタランタ来たーって当たり前だよ。デローン、一番外れかな、こん中じゃ。まあ、チェイシングついてるから悪くないか。いやー、バルベルデが非常に使い勝手がいいので、さてさて、これはね、どれが当たり、ニコ・ウィリアムス持ってんだよね、ブースター付き。だから、強いていらない、手足提言。悪いキーパーではないな。ヌーノ・メンデス、足が速い。ブルーノ。トニクロー、ラストトニクロー、これもうこれ以降出ません。マルコス・ジョレンテ、右サイドバックができます。お、師匠、師匠やないですか。あれ、これキーパーできない師匠じゃん。いいな、師匠欲しいな。で、イカルティ、この人も悪くはないんだけど、なんでこの人トルコにいんの？これブースター付きか。ああ、右サイドバックできれば最高なんだけど。で、これは？よくわかんねえ。で、最後にヤング。特にこれはいらないなぁ。ということでね、いこうと思います。さあ、4回。トニクロが欲しいかな、記念に。あと、ブルーノも欲しい。ジルー師匠欲しい気もするなぁ。なんだ、これは。ブルーノだ。ちょっと待って、いきなり大当たりじゃないですか、これ。かっこいい。いきなり大当たり。水飲もう。ああ、ちょっとびっくり。イカルディ。まあ、使わないとは思うけど、悪くはないかな。あ、でもトルコで使うか。トニクロが出たら撤退。嫌だよね。でもトニクロじゃない。ニヤング。まあ、ブルーノで使い果たしちゃったかな。先週のフィル・フォデン欲しかったなぁ。で、まあ、ペドリの方が当たりだよね、どう考えても。トニクロ来なかった。手足提言か。まあ、悪くはないか。で、ちょっと使ってみようかな、という。あと1回！ああ、もうない！キャー！